大相撲の元小結び小宝山雄也で、昨年6月に引退した松谷雄也さんが11日、東京両国国技館で断髪式を行った。約400人がハサミを入れ、入門から15年以上、師匠として指導を受けてきた理想や方の留めばさみで、曲げと別れを告げた。 同じ両国国技館内の大広間に場所を移して行われたパーティーでは、両サイドがスッキリとした新たな髪型を披露し、出席者から歓声で迎えられた。頭が軽くなりましたね。16年、曲げの生活だったけど、これからはいろんな髪型ができると、明るく話した。断髪式終盤、断髪者として、母テルミさんの名前が呼ばれると号泣した。 老いを挟んで、父貞夫さんの名前が呼ばれると、再び涙が流れた。泣かない予定でしたけど、両親の時は来ましたね。丈夫な体に産んでくれた両親のおかげ、ずっと一番近くで応援してくれたのは、両親、ぐっと来るものがありましたと、恥ずかしそうに笑いながらも感謝していた。他にもありそう館の水江富士、二所の席を館、 大関経験者の高安ら同じ。二所の関一門の親方衆や関取衆らがハサミを入れた。松谷さんは駒台から06年3月の春場所で、舞相撲で竜だったが、中学卒業後や高校卒業後の各会議で年齢は違っても、同時期に入門した力士の絆は固く、舞頭流で、西木,木、 重量仙台の国らも駆けつけた。松谷さんは、相撲協会に残ることなく、入門時から稽古してきた。かつての松根部屋があった。千葉、宣教師を候補に、焼肉店の開業を目指している。本当は、断髪式までにオープンしたかったんですけど、なかなか、いい物件がなくて、相撲をやめて、ちゃんこ屋さんだと、普通かなと思って、 焼肉屋さんを考えていますと、明るい笑顔で話した。約400人が駆けつけたことには、最初はそんなに集まらないかと思ったけど、400人ぐらいにハサミを入れてもらい、新たなスタートを切ることができると、昭法山ゆうやは誰が相手でも立ち会い張るんだけど、それがある場所だけ張らなくなった。その後に張り手は復活するんだけど、 貼らない期間があったせいで貼ってくるかどうかわからなくなってしまった。立ち合いに貼るか貼らないかわからなくさせた戦略に恐れ入った。先週楽に勝ち越しをかける炎大鳥の気迫の相撲を受け切って勝った相撲も印象に残っている。筋肉の盛り上がりもかっこいい。全く意味は違いますが、昌宝山雄也が目頭を抑える様子は、鬼の目にも、 涙という言葉がふさわしいですね。本当にお疲れ様でした。小遣な体格にもかかわらず、強気な突き押しに張り手、やりすぎないくらいの引き技に、四つもいける万能ぶり、相撲の駆け引きのうまい力士だったと思います。また、地元、選挙のイオンモールで、子連れの姿を見かけたこともありますが、土俵上とは打って変わっての小煩能でした。 焼肉屋もうまく切り盛りする器用さがありそうですが、できれば引き出しの多さを生かして指導者として活躍してほしかったです。ご本人は指導者向きではないと言っていましたが、選挙は意外に相撲が盛んな土地なので、何かしら関わってくれると嬉しいですね。小宝山優也、席お疲れ様でした。現役時代は闘志溢れる取り口で土俵を盛り上げてくれました。 南海の黒表と言われた若島津の弟子として部屋を継ぐのかと思っていましたが、引退されるとは、今後の相撲界に必要な若い親方が、また一人去ってしまうことが無念です。親方株がなくても、引退後の力士が相撲協会に残り、後進の指導に当たれるような仕組み作りなど改革を求めたい。一見怖表だけど実は、優しい。この言葉を絵に描いたような人。 それが昭宝山夕夜席だった。8年くらい前、名古屋場所で取り組みを終えたばかりの昭宝山夕夜席を見かけたとき、土俵上の表情とは全く違う柔らかな表情が印象的だった。6、7年ほど前のお台場巡業では、子連れで参加していた上の子と思われる息子さんは、すごく人懐っこかった。私を含めて誰にでも話しかける子だった。 パパに出人見知りしない子なのかな、と思っていた。子供を見つめる優しいパパの表情がすごくいいなと思った。そんなみんなに愛される、小宝山夕夜席プロデュースの焼肉屋。千葉に行く際には、ぜひ行きたい。大繁盛しますように。数年前、北宇の道旅行に行った折、釧路の有名な鳥専門の店に行ったら、小宝山夕夜席が、 個室で付け人と飲食してました。自分は松関の大ファンなので、酔った勢いで個室に押しかけてしまいましたが、松関は嫌な顔もせず記念写真に応じてくれました。それ以来、ますます松関が好きになりました。各界から離れてしまいますが、これからの第二の人生にこうあれとお祈りします。松宝山ゆうや本当にお疲れ様でした。 関取のような方が、コラからの相撲協会を引っ張っていく人なのに、相撲界に残らないのは残念ではあります。でも、これからの人生の方が長いので、今度は、商売の方で横綱を目指して頑張ってください。巡業で、気さくにサインに応じてくださった時は、こんな怖い顔、失礼、なのに優しくて感激したことを思い出します。本人が望まないなら仕方がないが、 昇法山優也さんや豊かの島さんが親方にならず、反対に大して実績がなくとも、いつまでも教会にしがみついている人たちもいる。これでは、いつまでも、教会の体質は変わらないのではないかな。昇法山優也関わって涙もろい方なのですね。そういえば、現役時代も横ず。 なはる、マフジぜキを初めて倒した時も涙ぐんでいてもらい泣きしてしまったことを覚えています。現役生活お疲れ様でした。第二の人生も頑張ってください。彼のような力士が各界に残れないんですものね。豊ノ島さんもそうでしたが、年寄りのあり方を見直す時期に来ていると思います。65歳定年5歳雇用で、70歳まで年寄り株離さないなんて見直すべきだ。 小宝山優也、席お疲れ様でした。4年くらい前の巡業で、子供と写真撮ってくれました。しっかり怖い顔も作ってくれて笑い。そういえば、その時近くに龍で西木、仙台の国がいましたが、同期で普段から仲良かったんですね。舞台は変わりますが、これからの活躍も応援しています。子は表の顔と違って優しい方ですね。前に、 テレビ番組か何かで、奥さんが車の中で応援してたのを見ました。お疲れ様でした。優しいお値段のお店ならぜひ、足運びたいです。松宝山夕也席の思い出。両国本場所の際、会場入りの時は、ものすごい行走で人を寄せ付けないオーラ全開だけど、出待ちの時は、表情こそ変えないものの希望者全員にサインしてた。そして、 いただいたサインが、えらく達筆な人が書く崩し方だったことお疲れ様でした。ファンでした。ちゃんこ屋さんではなく、焼肉屋さんになるのが、最近の流れですね。成功するといいな。文章を読むだけで、こっちまでぐっとくるものがあります。小宝山ゆうや。楽しい相撲をありがとう。お疲れ様でした。やんちゃな感じで、実は、優しい小宝山ゆうや。 関さん、本当にお疲れ様でした。数々の名取り組ありがとうございました。大好きな力士でした。寂しくなるな。お疲れ様でした。焼肉屋いつか行きたい。現役時代は土俵で常に投資むき出しだったから、余計に涙が新鮮で、こちらもおるっと来ますね。仙台大流も六本木に焼肉屋をオープンしたけど、 小宝山優也も焼肉屋なんだが、宣教師といえば、新日本プロレスのヒロ斎藤も焼肉屋をやってたけど閉めちゃったね。巡業の時、確かこのグループは担って雑談してて。小宝山優也は、サインしてくれたが、龍は断られた。予定は未定。お疲れ様でした。